伊原恵子は、レーシングドライバー、実業家。フューチャー株式会社 CEO、日産自動車株式会社独立取締役、報酬委員会委員長、株式会社ソフト99コーポレーション、社外取締役、慶応義塾大学大学院メディアデザイン、研究科特任教授。所属事務所は、トゥインクルコーポレーション。東京都出身。 厚生大学経済学部卒業。競泳やマラソン等スポーツなどを行い、父の仕事の都合で、北海道に引っ越し、高校では、モーグルスキーの選手として活動。学生モーグルスキー大会で入賞した実績を積み、将来の大会出場のための合宿、遠征費用を稼ぐために、大学生の頃に、モデル業を始めた。1998年には、 レースクイーンの頂点とも言われる F1 ベネトンレースクイーングランプリに5000人を超える応募者の中から選ばれた。1999年にフェラーリレースでレーサーデビュー。以降、イギリスやフランス、マレーシアを拠点に世界70カ国をレースで転戦。2008年6月14日に7歳年下のエネルギー科学者、元島岩尾と結婚。 2009年より起業家として教育事業を開始。以降、教育、人材育成事業や自動車開発研究を営む法人を設立。複数の会社の経営に携わる。2012年には、日本人初、世界女性初で、耐久レースの世界最高峰、FIA 世界耐久選手権にフル参戦。2013年度、 シリーズドライバーズランキング22位、女性としては最高位を獲得した。2013年以降、スイスに本部を置く自動車の国際機関である、国際自動車連盟のアジア代表委員に選出され、国際機関でのガバナンス及びレギュレーションの改善、女性活躍などを担う。2014年6月、フランスのルマン24時間レースで、アジア人女性として初完走。 8月に行われたルマンシリーズでは世界女性初で総合優勝を果たす。10月に静岡県富士スピードウェイで行われた WEC 日本ラウンドでも世界女性初で表彰台を獲得。続くバーレーン戦でも3に入賞し、3年連続女性カーレーサーとして世界最高位を獲得。同年以降、 政府の電気自動車インフラ整備の政策策定や、超小型モビリティ普及政策策定に携わる。2015年4月11日に、日本自動車連盟が推進する女性の自動車産業、及びモータースポーツへの参画を目指す、ウメンイメニンモータースポーツの一環として、カーメーカーとの女性育成プロジェクトの代表に就任。2016年に、 フランスのドービルで開催された女性プロアスリート大賞の栄誉のある賞ウィメンズフォールムグローバルミーティング2016の記録を打ち破り新たな歴史を築いたロールモデルに選出された同年6月株式会社ソフト99コーポレーション社外取締役に選任される2016年より 三重県の政策アドバイザーとして G7 伊勢島サミットの提言を具現化するためのポストサミットワークウィメインイノベーションサミットイン30を政府と自治体と共に主催。以降、組織のガバナンス改革、働き方改革、女性活躍などを推進するため2017年には広島、2018年は宮城、2019年は京都で 継続開催している。2018年6月、日産自動車株式会社の独立社外取締役に選任される。国際機関でのガバナンス改革や企業経営の経験から、同社にガバナンス改善特別委員会を設置。2019年6月に報酬委員会委員長及び指名委員に就任。2019年、 ジャフ日本自動車連盟モータースポーツ審議会委員に女性初で就任。2020年4月2009年よりケース、マース領域の研究を行ってきた慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科で特任教授に就任。2021年より次世代モビリティ及びモビリティサービスプラットフォーム開発会社フューチャー株式会社 CEO に就任。 1997年から1998年には NTT イメージレディ。1998年にはレースクイーンの頂点とも言われる F1 ベネトンレースクイーングランプリに5000人を超える応募者の中から選ばれた。モデル業の一環として取り組んでいたレースクイーンの仕事でサーキットを訪れた際にモータースポーツの迫力に 取りつかれ、自らレースに出場したいという意識が強まった。しかし当時、伊原は普通自動車免許すら持っていなかったので、普通運転免許証を取得するべく自動車教習所に通い、その後もメーカーのインストラクターや技術スタッフから、走行法や、モータースポーツの心得を習得していった。1999年、25歳で、ドライバーとしてのデビューを果たした。 モデルの仕事で貯めた貯金で、フェラーリチャレンジに参戦し、デビューレースで3位表彰台に上った。イギリスのジム・ラッセル・レーシング・スクールに短期留学を行い、主席で卒業。その後には、フェラーリチャレンジで2000連続勝利を果たした。その後、フェラーリチャレンジの世界大会に出場し、決勝レースで、スタート直後、コースアウトするも18位にまで順位を上げ、 国別対抗戦では2位表彰台を獲得。同シリーズの年度最優秀賞を獲得した。しかし、最優秀賞を受賞した喜びよりもコースアウトをした、時の悔しさ、そしてモータースポーツの魅力を改めて認識して単身投影することを決断。2000年はイギリスフォーミュラルの2001年にはフランス F3 に参戦し、本格的に フォーミュラレースを初めて2年目ながら入賞4回を記録した。2002年にはレース出場のための資金が十分に賄えず出場が危ぶまれたが諦めずにトレーニングとスポンサー資金を集めてアジアンフォーミュラ2002シーズン途中からスポット参戦した。FIA の公認レースで女性として世界で初めての優勝を果たし2勝を挙げ参戦した前線で 表彰台を獲得した。またマカオで行われたマカオ GPAF2000 でも大会史上初の女性による表彰台を獲得した。2003年にはフォーミュラ BMW アジアシリーズに参戦しシーズンランキング3位を獲得。全日本 GT 選手権の GT300 クラスにも2000スポット参戦した。2004年は日本で フォーミュラドリームに参戦した。2005年からはイギリス F3 にフル参戦し、初年度は入賞7回、翌年は入賞4回となった。2007年にはイタリアで F3000 のテストに参加した。2008年は結婚を機に拠点を日本に戻し、イベントや公演で環境問題や安全なども呼びかけた。12月には アストン・マーティン・アジアカップにチャリティーゲスト参戦し、ファッションデザイナー、竹尾菊地がデザインした、アースカラーのマシンを借り、環境問題について世界に呼びかけた。2009年、結婚後発となる本格的な国際レースとして、フォーミュラルマンカップ第3戦のサルトサーキットでの、レースに参戦した。このレースでは、 パートナーのトーマス・ドゥーシュンと共に、俺カ FLM09 をドライブし、10位入賞を果たした。2012年には、ルマン24時間レース参戦を目標として、本格的にレースに復帰。同年1月に行われたドバイ24時間レースに、ガルフレーシングから参戦、クラス13位で完走した。ドバイ24時間レースでの走りが認められ、 ガルフレーシングミドルイーストから WEC 世界耐久選手権のオファーを受けた。2012年3月に開幕した耐久レースの最高峰 WEC に日本人初、世界女性初でガルフレーシングミドルイーストからフル参戦。第3戦、ルマン24時間の本番ではレース序盤で別のドライバーがマシンを運転中に日産、 デルタウィングの運転ミスにより接触されリタイアしたため決勝レースでは出番なしという結果に終わった第2戦スパフランコルシャン第5戦サンパウロ第7戦富士で入賞しシリーズ7位2013年1月には FIA よりウィメン・イン・モーター・スポーツ評議会委員に指名されアジア代表委員に就任2013年5月には FIA より 国際レース歴10年以上でかつ顕著な功績を残したドライバーのみで構成されるドライバーズコミッション、評議会メンバーに世界の女性代表として任命された。同評議会は F1 王者エマーソンフィッティバルディをはじめ、ナイジェル・マウセル、世界ラリー選手権王者のセバスチャン・ローブなどのメンバーで構成され、IOC オリンピック委員会とも連携をとり、スポーツ社会や、 交通安全、環境技術を推進していく。2013年 WEC に前年に続き、ガルフレーシングミドルイストより参戦し、第3戦、ルマン24時間レースでは出走するもマシンの、モノコックに亀裂が入り走行不能になり、深夜1時半にリタイア。このレースの後に、l m p にクラストップチームのオークレーシングから、オファーを受けチーム移籍 第4戦ブラジルでは、移籍後すぐに5位入賞を果たす。その後連続入賞を続け、この年の最終戦バーレーンでは、自己最高リザルトとなる総合のない、LMP2 クラス5位に入賞した。2013年 WEC ドライバーズランキング22位、獲得。女性としては、世界最高位で、名実ともに、世界最速女性レーシングドライバーとなる。 2014年、WEC 及び、ユーロルマンシリーズに参戦。WEC 第3戦、ルマン24時間レースでは、日本人最高位の総合14位で完走。クラス9位入賞を果たしアジア人女性初で、完走した。6月に、ミュンヘンで行われた、FIA、スポーツカンファレンスウィーク世界評議会において、世界のトップ女性ドライバーとして登壇した。 8月29から31日に行われたアジアンルマンシリーズ第2戦富士スピードウェイでは世界で行われるルマンシリーズ史上女性初で総合優勝。快挙を成し遂げた。また同年10月に富士スピードウェイで行われた WEC 第5戦日本ラウンドでは世界女性初で3位表彰台を獲得。 続く第6戦でも3位で3連続表彰台に上り、女性ドライバーとして3年連続世界最高位を獲得した。その他2014年は電気自動車である BMW i シリーズの日本での EV スポークスパーソンを務めている。2015年は、 フルタイムのレーシングドライバーからは一戦を退き、松田の協力のもと、FIAO イメインモータースポーツの一環として、日本人女性のモータースポーツへの参加を奨励する、活動を開始し、ビギナーである参加者への指導を開始している。参加者の一部が、同年のスーパー耐久やアジアンルマンシリーズに参戦する、等の成果を挙げている。 2016年アメリカ合衆国フロリダ州で、インサ、スポーツカーチャンピオンシップ第2戦、セブリング12時間レースのマツダ USA の公式、チームマツダモータースポーツから参戦、LMP のシートに復帰した。結果は8位となった。2017年アジアンルマンシリーズに出場。4位入賞。2018年 WEC に出場。 第4戦の富士スピードウェイで富士6時間レースに LMP2 クラスとして参戦。5位入賞したとを歴任。ありがとうございます。